はい、お疲れ様です。マピーです。今回は神と竜の HP ダウンアタックアップってことで、神殴りとかメルベがいるっていう補正ですね。ということで使っていくのはこちらでございます。この1クラですね。1個入りクラインデッキ使っていこうかなってことで、1個フェスタね、今イベントで来てるんですけど、その1個フェスタで登場するこのコスト15のお泊まりスクープ1個、1個ね、いろんな種類があるんですけど、コスト15での登場ということでね、誰でも手に入れられます。でこの1個がですね、召喚スキル持ちなんですけど、属性縛りがないのが非常に優秀だなって思ったんで、今回ね、龍獣のね発動条件があるこのクラインで使っていこうかなっていう判断です。でスキルのこの召喚なんですけど、2ターンの間自分の駒でキャラ駒でない駒にランダムで1つふわふわ枕の召喚で、その枕が、2ターンの間ね300の毒と200吸収してくれるってことで、アドバンテージで言うと2ターン打ち切ったら、1400のアドバンテージですね。それを2体出してくれるんで、単純計算で2800のアドバンテージが取れる。そして枕のコンボスキルが周囲のね通常マスをランダムで2個適用のダメージ B マスに変換ですね。まあ、自分の駒の周囲で出てくれるんで、相手が打ちたいところにわりかし出やすいダメージ B マス変換っていうのが、まあ、そこそこ優秀と。でコンボスキルも実キャラ1枚につき500の特殊ダメージ2500最大で与えられるってことで、まあ、このスキルでねふわふわ枕召喚してからコンボ自分のキャラゴマ依存なんで、まあ、ちゃんと噛み合ってるということ でコンボもね、これ自分のキャラゴマって書いてるのが偉い。属性縛りがなくて、しかも発動条件もねこれないんですよ。あのコマ総数何枚以上じゃないといけないとか、で枕のコンボとかもね発動条件がない。もうすぐ使っちゃって OK ってことはもう暗いんですね本当はねアナンリーダーとかであんまり召喚スキル揃ってない人にねおすすめと言いたいところだったんですけど、いやこれ属性縛りないんだったらクラインで使えるくねってことで、まあ、クラインリーダーでブランジェッタとこの1個の通召喚入れつつ、マゴマの召喚なんで魔の守護者採用の今日の補正で神のアタック上がっててエンデガラジンが強いということで、この2枚採用でやっていきます。まあ、せっかくねこのクラインっていうデッキが竜獣以上で発動するんであれば、竜獣魔力とかにすることもできるんですけど、いやそれってなんか違くねみたいな。それだったら別に他の竜獣魔力も組もうと思えば組めるし、竜獣だからこそこの竜獣かつマゴマさん神ゴマさんのハイブリッド型を組めるっていうのをね押していきたい。でコスト15の駒なんで S4 採用する場合は B ゴマが1枚必要なんですけど、そこにねドラゴンパピーです。この周年のドラゴンパピーが一旦300やつかけてくれるってことで、まあ、一応噛み合う、まあ、初手から切っちゃってもいいし、そんなにね手駒事故の要因にならないよねってことで、これでやっていこうかなと思います。まあ、ちょっと前はねなんだっけあれ青根とか入れてたんですけど、ワノゴマ2ターン後に召喚して、まあ、コンボ吸収持ってる、まあ、うまく発動すれば強いんですけど、どうしてもやっぱりね威圧スキルとの噛み合いが悪かったりしたんだけども、まあ、今回はこの属性縛りなく使える1個がね、革命的にクラインに噛み合うんじゃないかなと思ったんで使っていきます。しかも見てください、俺ちょっと気に入っちゃって、まあ、気に入っちゃってとか前からねこの1個可愛いなって思ってたんでプロフィールにしてるんですけど、今回ね自分のお気に入りのクラインでも使っていこうかなって話ですよ。まあ、どうしてもねコスト15採用してるんで、HP が減ったりとかそういう部分はあるんですけど、そこをね噛み合いでしっかり勝利をもぎ取っていきたい。さあまずはドラゴンパピー、まあ、クライン研究会を今までどんだけしてきたんだっつうことでねいろいろ瞑想したよ。いやじゃこれ竜獣神録でいくかとか、あの竜獣魔力とか、あの竜獣神魔ハイブリッド型とかのやってきたんだけど、やっぱりね俺は竜獣この神魔ハイブリッド型、ハイブリッド型で生かしてもらいます。生かしてもろて、そして今回ねクラインと相性のいいこのシンクも引けてますね。 HP 半分以下で使うとデバフがついてくれる、うまく火力出していきたいよ。さあ上半分まずこのヤンドラで燃やします。さあなるほどドラゴンパピーか、まあ、これはドラゴンパピーじゃないわ、 X してるか。これパピーに対してねコロネが威圧かかってくれてたんで悪くないですけど、なるほどリロレル、ね、これはこっち行って上一回強火で燃やします。よいしょ。さあ周囲火炎にします。ランタ引かれてんのが良くないけど、相手キャラゴマまだ出てないしラウナスリーダーなんで受け入れると思いたいですね。これ D5 でゴリ押すみたいなことしてくんのかな、まあ、その場合はね俺シンクあるしエンデガも引いてるんで、さあそうなるよね。オッケーオッケー、そっち来る、はい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 、で OK これでね一発2000ダメ入るのまず美味しいやん。でアベル引いていくといいですね。 OK ここアベルいきます。さこれアベルいってさらに燃やしにいきますよ。よいしょ。さこれアベルいきます。でこうなると H から相手めちゃめちゃ形組めるんですけど、
もうこうなったらね、俺こっちから出て OK、 まさかの絵は切ってくれる。これはエンデが持ってる合図かもしれない。よし、これでもう一発燃やして、よし OK、 トゥールラ引いていく。まあ、トゥールラ撃ったっていいな、トゥールラ撃ったっていいな、トゥールラ撃ったっていいね、トゥールラ撃つか。よいしょ。まあ、こうなるとね、コンボ組めてないんですけど、まあ、コンボ組めてなくても問題ないんですよ。うん、この形さえ組めれば。以上、今 A の1、角とかに打たれた場合は A の5で1回分コンボ組んで、あと1回でコンボでね、大田 C まで発動できる盤面にする予定だったんですけど、そのラティーノは嫌だな。けどね、これ右上 X に打ってくれたのはね、俺の手のひらの上でコロコロコロリーナですね。これね、テュポン行くか。本当はね、B4 にシンク打つ予定だったんですけど、テュポン引いたんでテュポン打ちます。さあ、これでさらに左しか強火にしつつ、エンデガのコンボ、エンデガのスキルとテュポンも狙っていく。まあ、ただこっちオーダー C がね、あと2回のコンボが必要ということで、まだ足りないね。ただこのダブルやつは無理やろ。これ無理でしょ。エンデが読み通りだと思ったけど、一番右から切ってないんだよな。読み通りじゃないんだよね。何持ってんだろうこれ。さあ、7966。うん、これまだ飛ばせなそうなんで、まあシンクいっときますか。これはダブコンになるのか、 B6 打ったら。まあ、E6 でいいか。大出しいらねえや。大出しなしでいいや。これで 15% でバフモンサーラについてくると。これはきついでしょ。これ F3 メイとか来られなければ大体勝てる。なんならメイワンチャン受けれたりしないかな。ラウナスリーダーだし。まあでも今日竜11か。竜11やばいか。まあメイは、メイ無理か。メイ無理か。メイ無理って考えたら FG 打つべきか。まあ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 、大丈夫でしょ。そんなゴマ飛んでくるわけないでしょ。大丈夫です、大丈夫です。そんなゴマ来ません。よし、広いマと。よし、じっくりね。火力落として、3枚返しエンデガで、いっちゃいますか。まあ、これはめちゃめちゃ噛み合い良かったね。よし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 。まあ、1個引かんかったからね、オーダー C まで駆け抜けられるわけではなかったんですけど、まあ、これシンプルにクラインの強さっていうのはね、まざまざと見せつけていくわ。よし。オッケー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 。いやね、なんかクラインこんなに使われてる、こんなにマッピーがちょクライン好き好きって使ってるけど強いのって結構ねコメントもらうんですけど、いや俺はクラインはねクソ楽しいから使ってますよ。強い弱いかで言うと、まあ、どうしてもそれはね、簡単なデッキじゃねえかな、うまく回んないとそれはきついけど、まあでもこのね、このなんだ、なんていうのかな、一癖二癖あるのがいいんや、わかる。一癖二癖あるのがいいんよ。でも俺低コスとかだったらね、なんかいつかどっかで来ないかなとか思ってんよ。でもね、実際ねこうやって事故とかが減ってきつつあるんでね、環境が変わって、もともとねクライン最初出た時マジで事故ってたんよ。リュージュ以上でなんか使えるフレックスなキャラがあんまりいないからさ、あんまりいなかったからマジで事故ってたんだけど、それが減ってきたってなると話があるよ。さ、これ まず一発目ドラゴンパピー、まず一発目ドラゴンパピー。まあこのパピーについては今日の補正結構バフ対面でいい感じなんで、てか今日の補正ね意外とクラインありかもしんない。俺ね HP 下がるからなしかなと思ったんだけど、 HP 下がるからこそこの固定系のダメージっていうのが結構出しやすいし、であとねそのあれなんですよ、わこれどうしようかな、そうあとあれなんですよ、今日メルベとかに対してまず火炎が刺さるし、バフ対面についてはね意外とクラインはチュポ引いたりとかうまく立ち回ればいけると思うよね。むしろ HP 下がってるから押しやすいしね。さあブラダマンテでそっち来る、ちょっと珍しいな。さあって言ってよ、ほい、オッケー、ブラじゃないっす。まあ今んとこまだ今回の主役のイチコが来てないんですけど、そういえばイチコ誕生日らしいですね、おめでとうございます。イチコ夏なんか誕生日は7月生まれ、いいね7月生まれ。ああ、ただ7月生まれさ、7月の、ま、いつ生まれかによるな。これブラドマンって切ったからちょっとこっちで一回コンボ組もうかな。よいしょ。これ B6 で S ゴマとか飛んできたら結構やばいけど、うん、立っていてこんなところでチッポンとか打てられない。ああ、でもこれあれだな、ティオ打ってよかったな。ティオじゃないわ。これティオ打って、あれに対してあれで、そう、B6 とか右下に対してチッポンでもよかったせざる。うわ、お前それはやばい。それやばい、お前その紙振りやばい。
やばお前削りすぎだろ。終わってる。削りすぎね。まあ、これねまだチュポン打っちゃダメですね。ここチュポン打ったらあのチュポン終わったタイミングでバチコリ来られるんで、一回トゥールラスね、あのタイミング的にこれトゥールラからいきます。さあこれで毒入れて、よいしょ、 OK、 大出し発動。こっからどう戻していくかね。そう、あの7月生まれの話に戻るんだけど、7月まあそうだな、20日ぐらいまでだったらあれなんかなっていうのが、なんかね、7月後半から8月にかけて生まれた方ってさ、誕生日を祝ってもらえないみたいなとこない、あんまり学校の人にそれがあるんで、7月なんかその生まれによってはちょっと苦労しますよみたいな話を俺は少し聞いたことがある。さあこれどうする、これどうする。まあまあきついぞ。本当はね F に打って2枚燃やしながら D5 ティポンとか行きたいんだけど、厳しそうなんでこっちですね。いやてかここでもチュポン打った方が良かったかな。エンデが打たれたら終わるんだけど、割りかし終わるけど割りかし終わるけどな。いやてかこれ、うわーそれで良かったかもな。チュポン取ったらブラのコンボをバチコリ通るしな、それで良かった説あるか。ちょっと温めすぎたか俺のチュポン、俺のチュポン温めすぎたか、やばいか。いやこれ悩んでるから引いてなさそうだな。引いてたらもう間違いなく俺は C の1に3枚返しとか打ってくると思うんだけど、オッケーオッケーオッケー。いやこれはでかいよ、これでかいよ。さあこれでよいしょ。よし、エンデが引いてく、エンデが引いてく。ただ、まあ、これ、チュポン打つんですけど、F6 打つと C の1打たれて、ブラのコンボ、バカ弱くなって負けるんで、エンデが引いてない読み、E6 チュポンいきます。これで吸収入れて、左 VX 耐えて、右 VX エンデがで勝ちに持っていきたいですね。よいしょ。まあ、これ、引いてない読みですね。読みっていうか、こうしないと勝てないんで、むしろ。C 中打たれたら、マゴマ全部消されるんで、お願いですね。これ、お願いチュポン。まあ、ピリカとかもやばいかも。ピリカもやばい。頑張れ。まあ、これね、結構いろんなキャラ切ってるけど、シェムキリーとかで固まるんじゃない？おっしゃ、読み通り。だ固まるけど、これはこれできつくね。エンデが圏内入るん、これ。カットえぐいんやけど。カットえぐいんやけど、大丈夫これ。3万円でかでしょ？今日の予算考えて、1.9 倍やから、1万2000ちょっと出るから30%オフ。いけるか？よし。30%オフなんで、多分俺いけると思いたいわ。よいしょ。ほい。ほい、あーダメでした、くっそ。 30% じゃダメですね。いやーマジか。そうだよな、まあでも 1.9 倍だもんな。なんかちょっと足んないかなとか思っちゃった。まあでもこれは D2 で死ぬか、死ぬのか、さては死ぬか。アトラスコブ、まあこれ何やっても無理だな。そのアトラス行かれてるんで無理ですね。アトラス、まあれか、お前もしかして、あー偶数枚返しだとスキル変わるんだっけ。いやでもちょっとアトラスはさすがに警戒できんわ。アトラス、まあこれはね、ちょっと B6 の紙振り強すぎたな。あれな、いやチュポン温めすぎたかな。いや俺ね結果論だけど、 C2 ティを打って B6 に対して A6 チュポン打ってから T、 あなんだっけ、トゥールラ説はあったな。ちょっと甘いすぎたかな。なんか荒く打った後にブラダマンって飛んできたからさ、それ打ちたかったんかなって思ったけど、よう考えたらあのフェイルノートから髪振りを狙ってたんやなって。いやーやられたわ。ちょっとさすがに高く食ったわ。大丈夫かなと思ったらブラ玉でも切ったし、荒く切ったし、大丈夫やろと思ったら全然大丈夫じゃなかったわ。ちょっとさすがに今のは高く食ったわ。まあこれは反省しよう。さすがにチュポン温めすぎましたね。まあ温めすぎた。まあ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 、今度はかとかたーってこれ流血か。まあとりあえずこれいこう。よいしょ。いやしかしリンガット強かったね。なんかあれワンチャンギリギリいかんのかなとか思ったんだけど、あれいかないんやな。まあそらそうか、さすがにいかんか。もう俺バフないもんね。あの普通に、実はね俺ちょっと恥ずかしいから言うか悩んだんですけど、もう言っちゃうわ。あのさっきのダメージ計算ね、あれなんですよ、俺頭の中でなぜか 1.4 倍してたわ。なんか謎に頭の中で 1.4 倍してたわ、アホや。あの自分のことをラニーリーダーだと勘違いしてた。なわけないや、よく考えて暗いんやんってなった。まあそれでも割とギリギリのね火力だったんで悪くはなかったっぽいけど、いやこれどうしようかな。うわーこれ若干悩むな。ちょこれこっち行くさ、これこっち行きます。てかあれだね、イチコ全然来ないね。シンク打つのもありだったんですけど、さすがにちょっとS ゴマのパフォーマンスじゃなくないって思って、今打ったら上のこの1600回転っていうのがあんま強くないんでね。
うん。お前もシンク使ってくると。やるな。なるほど。まあ、これで流血で回復していく。シンク使ってくる。ただこれ相手弱い方でシンクを使ってくれてるんで、これも俺も A6 シンクいくっすわ。待って、これ俺のさ、オーダービー発動する2枚ちょうど返しの盤面この後なるんか、若干心配。まあでもこれシンクいってさ、どうする。うん、アベル使ってくるだ。アーベル使ってくる。でしかもなんかこのオーラがシンプル痛い。はい、オッケー、トゥルラ最強。行くしかねえ、こんなんいかんやつおらん。行くしかねえです。さあこれトゥルラ行って、さあこれコンボスキルどれぐらいだ。おー、そこそこ出るね。ナイスで回復入れて、よし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 、悪くない。であとこれでオーダー C までコンボ1回ですね。1回で頑張りたいけど、オッケー、そっち来る。んー、パッと見右上 X だけど相手にもクソほど燃やされんな。どうしようかな。はい、ブラジェ。これ B 中って左上十字架に来たらやばいよな。でも十字架に2枚切ってるから多分持ってない説ない、持ってない説あるっちゃあるけど、まあ安定コード右上 X か。ブラジェの形組むのも難しくて、まあ安定コードしますわ。はい、俺オーダー D まだ使ってないんで HP 割りかし残ってると残ると見た。でこれで威圧かけつつ2枚燃やしますわ。まあちょっとこれ食らうけど、であとねオーダーの B はね割ときついね。ちょっと2枚返しのタイミングないやろこれ。どう考えても2枚ちょうどで2000火力出るから、まあ、最悪最終コンボなしでオーダー B で勝つみたいなことがあるかもしれないけど、さあこれ E の位置に打ってくると思われる。休息術か、ここで回復してくるか。まあまあ OK ですよ。でこれで引き見てからですよ。よいしょ、守護者。いやーこれシンプルブラシュゴ行きてえな。シンプルブラシュゴ行っちゃおっかな。ブラシュゴアラジン圏内持っていけねえかな。守護からアラジン、うん、なんか手駒的にあれそうなんでこっち行くけど、 D の2来るよね。オッケー、ヘケ、でかい。ここヘケト使ってくれるんか。でかいね。ヘケトだっけ名前。合ってるか。よし、これで防衛1回使ってくれてオーダーディー活動できる。で、これで守護者行ってからの4枚返しアラジン狙いますか。よいしょ。さあ、これで重くそ回復します。さあ、ここでまさかの回復。だいぶリーサルずらされるぞ。よし、行ってこい。いいですね。しかも、欠かさずオーダーシー発動で4枚返しのアラジンが待ち受けている。これ、だいぶいいんじゃない。だいぶ良さそうやけどね。12,600は出せる見込み、今のところ。今のところね。吸収入ったら、まあ、13,000近くいけるかな。OK。さあ、B4 打ってくる。よし、これは4枚返しエンデカで。圏内ですね。OK、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 OK。エンデカじゃねえ、アラジンか。はい。さあ、チポン引いてくけど。よし、元祖ブランジェッタと、この守護者の。セットアップマジで強い。もうこれやっとけみたいなとこある。よいしょよいしょ、もうちょい出るなこれ。もうちょい出るわ、もうちょい出ますね。13,400ぐらい、500ぐらいいけるか。よし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 、素晴らしい。ナイス、オッケー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 。まあ今日の補正でアラジンのね火力が上がってるっていうのがなかなかいいですね。素晴らしい、オッケー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 。いいんじゃないクライン、手応えあるよ。ただ今んとこ目玉の1個引けてない。1個くれ、俺に1個使わせてくれ。さあ15P もみじさん、 15P って何15P って何なんだろう。これなんとか P みたいなやつって、俺プロデューサーって意味か、または 6P チーズしか知らんけど。よし、来た、燃やすか。まあ、とりあえずメルベデシュー、まあ一回ティオいっとく一回ティオいっとく。初手メルベ打ってくるんで、そこの400ダメ削って、で次リロレル打つみたいないっとく。まあ守護者の回復余剰出るから使わなかったけど、ぶっちゃけ初手切ってねティオ残すっていうのも全然良かったと思うけど、このデッキ意外と買いあるんでね、まあ大丈夫かなっていうか。あーこれてか B3 から打てばよかったかな。あの上半分もやしなんですよヤンドーラが。あー D5 か、 D5 とかでもよかったな。
これは D5 でもよかったかも。まあいいや、来い、パピー。いや、これ D5 打ったら、あの、トップで、そう、トップであいつ引いたときに、ヤンドラ引いたときに、強火にできたんですよね。D5 打って上半分燃やしで、いい感じだったんですけど、ちょっとミスったな。まあでも、どの道ヤンドラ引いてないんで、まあ、そんなに変わんない。で、これね、さ、そっち来る。はいはいはい。これ、グノーとか持ってたらね、ここ D5 グノーみたいな打ち方も、一手あるんですけど、よいしょ。近ぜ。なんとも言え。なんとも言えないね。なんとも言えないね。まあでも打つか。ソーダビ発動して。よいしょ。よいしょ。まあなんとも言えないですね。ただこれ左ウェックス打つと、一発800ダメ相手食らうから、それでちょっとはひよってほしいけど、オッケー、ひよってくれる。まあギード打たれるね。これ右ウェックス十字架に欲しいな。相手多分あれかな、こっちが十字架に切ったから十字架に内読みだかもしれないけど、逆に俺目線だと十字架にある読みしちゃうんだけど、どうやらそういうわけではないと。で、これ守護者打つのか、それともシンク打つのか。これトップによってはシンク打った方がいい説あるんだよね。まあシンク打ちますか。これね、守護者打てるんですけど、守護者打ってからシンクっていうのが、な、動きとしてあんまりなんかしっくりこないというか、トップで十字架に引くかテュポン引いたらこれ A2 テュポンとか打てるわけじゃないですか。なのでトップのことの、トップのなんだ事情もちょっと考えとくわ。はい、ヤンドーラ、ヤンドーラか。うーん、どうしようかな。いやマジね、これ失敗したんですよね。ヤンドーラのこと考えたらマジ D5 進行でよかったんですけど、考えてなかった、ヤンドーラのこと全く。うーん、どうしようかな。ブレイズフォーリーか。これ十字進、いや、これちょっと D5 いくっすわ。よいしょ。B4 で骨増やされっけど、A2 で、あれですね、十字架に引くか、テュポン引くかみたいな感じの、せめぎ合いみたいですね。A2 ヤンドーラだと、まあ普通に左ウェックス打たれて終わるだけなんですけど、こっちだと、もう一発、なんだ、勝負できるというか、うん、ちょっと待って、マモン打たれるんだったらしかある。あ、OK、これ骨全部取れる。骨全部取れるけど、どうする？打っちゃう？骨全部取れっけど。はい。OK。ここでアベル引いていくの熱いね。まあ、アベル行くか。これね、俺もここでコンボしとかないとオーダーシー見れないんで、敵の魔物のコンボ許容ですね。これ、シャーなし。シャーなし、マジ許容するわ。マジでシャーなしな。で、D6 打たれる。こっから2手。おー、お前、そのコンボ封印やばいわ。なかなか都合いいコンボ封印だな。しかし、これ、テュポン引いたらまだいける。テュポン欲しいな。はい、エンデガか。まあこれはマモン取って、でこの守護のコンボを日和らせて英語に打たしたいですね。で相手マモン使った、英語に打ってくる駒次第。ただ相手は一応骨ない、骨ない、寝ごってきた。うわ、リーニーか、強い。いやこれね、英語に対してこのアベルのもやしが効くっていう状況なんですけど、あ、これコンボ封印されてるのマジ痛えな。さあトゥールラ引く、うん、ここトゥールラ引くのマジ神がかってるけど、神がかってるけどね。まあトゥールラ行くしかないですね、行くしかないですね。よいしょ、 D に頑張って耐えろ、回復と威圧、威圧で頑張ってって感じ。これ耐えればいける。マモン切った、めっちゃ俺はベストは尽くしたけど、ベストは尽くしたぞ。どうだ、リリアス切ってるぞ、リリアスマモン切ってる。ファーストイグナーツあたりがやべえけど、あー、イグナスこれチャージ溜まってんのかな、ちょっと悩んで打ってね。チャージ溜まってるか見てなかったけど、うわー溜まってる、惜しい。まあでも1チャージでも死んでたな今。ノーチャージだったらいけたんだけど、惜しいね。いやちゃんとね、イグナス入れてんだよね俺は。あんまりなんだっけ、メルベにイグナスさ、賛否両論分かれるからワンチャンないかなとか思ったけど、ちゃんと入れてたわ。やられたー。まあ発想は良かったかな。ただこれマジでミスったね今の試合。ヤンドーラがマジでミスったな。ヤンドーラ的に考えて、これよく考えたら D5 から打つべきですね。E4 から打っちゃったんであんま燃えなかった。まあでも発想は良かった。シンク右上打つ発想は良かったっすね。あれなんかシンク残しても微妙な感じになりそうだったんで、まあでもちょっとティオは残してよかったかもな。まあ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 、まあ、結果的に割と惜しかったんで、回復含めて結構戦えたんで悪くはなかったっすね。あのユスヘルミ、まあしゃあないな、ユスヘルミはしゃあないな。よし行こう。まだ1個引かないんだよな、ちょっと全然1個来ない。
一子来てほしいんだけどね、わざわざプロフィールにもしてるぐらいですよ。まあこれお気に入りなんでやってるだけなんですけど、テレーゼ来ると、今後テレーゼっつーこと、来たー、やっと来たわ、呼んだら来ましたね。これ行っちゃいますか、初手一子行くわ。召喚どこだ、あー終わった、消されるー、この巨召喚消される。まあでももう一旦ある、もう一旦ある。いやコンボ1回でも組めればいいんだよ正直。うわー痛、そのアルカード痛すぎ、アルカード来たな。まあちょっと召喚してみてからよいしょ。いやーこれ頼むぞマジ、噛み合ってくれよこれ頼むぞ。はい、あーゴミ、マジでゴミ、もういちこちゃんとやってくれって、全部消されるやんけ、意味ねー。まあでもこの進行にさせたって考えるわ、俺もうだいぶプラス思考でいくわ。俺この後10時間引くじゃん、これ10時間引いたらいいでしょ。でね、俺またプレミしました。また俺はこのデッキなのに、俺はまたこのデッキだというのにね、 D5 進行しませんでした。本当に反省してます、すいませんでした。さあこれは待って、俺なんでアラジン切ったなんでアラジン切ったん、これなんでアラジン切ったん。俺ちょっとチップアベル残しちゃったけど、まあいっか、これ X 来るよな。ただ X に対してどうする、どうしようかな。 X シャバいなあと思ったけど X 来ない、ジャーベル行きます。ラッキー、これ X 打たれたらどうしようって感じだったんだけど、ラッキーですね。さあちなみに1個はマジで、今の1個は本当に弱い、あのコスト15で1400アド取っただけになっちゃった。まあでも相手に取らせたって考えるわ、俺もプラス思考よ、相手に取らせたんですよ今のはね。あの召喚にやってこの進行にさせたみたいなとこあるけどね。まあ実際でも X 打たれたら割ときつかったけど。さあこれはテレーゼのコンボ使ってくる、でティポーンって感じかな。空とか来たらええだけど、さすがに入ってないやろ、やめろ。あーいい人ら早めに使ってくれるか。まあでもまあ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 マシか、マシな方か。いやこれあれかな、チップオン来る前にイシタル使った感じなのかな。 X イシタルとか相手も、そう相手目線だと X イシタルっていう選択肢がある中それをやってきたんで、そうだな、まあ他に切れる子もなかったのかな。まあチャージエアチャージで貯めててエンデガも持ってるみたいな可能性も一応考えられるけど、おーフレアヒールか、いや問題ない。このフレアヒールねなかなか優秀ですけど、クソほど燃やします。さあこれクソほど燃やしてディオトゥルラで終わりですね。さあクッソ燃やしてディオトゥルラ行って、次コンボスキルで終わらせます。まあさすがにこれ引き強すぎた。さあこれこっち側して、よいしょ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 。さあこの形もクラインの勝ちパターンだ、マジで強い。まあ、でもこの形はね別にクラインじゃなくてもできるっちゃできるんですけどはい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 、あなるとそういえば2000の吸収っていうのあったな、そういえばもしかしてまだ止まなかったりする。いやこの火炎がバチコリ入る、1600度4500足して6100でしょ。オッケー、勝った。まあこれはねアベルティポーンとトゥルラ強すぎた。あとねこれ C の2に置いてくれたのがめちゃめちゃラッキー。ブランジェッタの召喚も燃えたんでラッキーですね。ちょっと1個な、頼む今度こそ。いやでも今のはあれか、初手4、5キロ切れってことか、甘えんなってこと、初手1個とか甘えんなってこと、2手目3手目4手目1個しろってこと、そういうこと、甘えたか。さてはまあ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 、でもそもそも今初めて来たからね、1個5試合目ぐらいでやっと来たんで、ちょそろ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 なんかね、ちょうどいい時に手駒に来るみたいな感じのあれしてね、してくんね。まあでもね一応理論上初手に切れるんでね、1個って発動条件がないんで、そう駒数条件とかもないんで、そういう部分はいいよね、めちゃめちゃ。さあ、アマテル来る、高校引く。よし、これは守護切ってから1個か。痛え、マジで、もうまたかよ。またアルカード来たわ。クソ痛えわ。まあでも、これはさすがに見えてきたか、俺たちのルートが。行ってこい。さあ、これ、行きます。まあ、一旦この守護行きます。よし。なんかね、イチコって別にクライン強化パーツとして出たわけじゃないとは思うんですけど、ぶっちゃけなんかあれ、うわーどうしようこれ、うわこれね 2V1 行くなら B1 イチコもあり。いやこれさ、だってさ B3 10時間打ったとてアマテルだし消されて終わるよな。これちょっと B1 行こうかな、イチコ B1 コ行く、 B1 コ行くか、 B1 コ行くわ。
入ったのめ2分1バカー、もうそこじゃない、もう本当にもうもうもうお前もう本当もうはあもう本当もうお前本当本当もうそこじゃねえ、まあ、2分1いっちゃった。まあこれはもうちょっとあれだな、俺が悪いわ、悪いよそりゃそう、2分1でこうなる可能性もあった中で俺こっち行っちゃったもん、我慢できなかったわ、くそ、あーちょっと頼む、もっぱつ頼む、ちょもっぱつ俺に夢を見せてくれ、ちょ待てよ、これちょ一回考えさせて、一回考えさせて、これイーロインを打った時に、まあイオン行くか、イオン行こう、はい、まあいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これ消す、消されたらめっちゃシャバいけど、消されたらだるすぎるけどね、これちなみに消されたらめっちゃだるいけど、ちょ消してくんない、一回ぐらい消さないで、これ消されたらマジでなんだけど、マジで嫌だけどね、マジで嫌だけどね、よっしゃ来たわ、さあこれよっしゃ、消さなかったこと後悔させてやる、ここでオーダー B の発動もできるし、ダメージマスも生成できる。で、チポン打つのかいいのか、アベル打つのがいいのか。まあ、でもさすがにチポン打ちときたい気持ちはあるね。か、アラジン打つ。いや、アラジン打つもあるか。いや、アラジン打つか。で、これ右下 X に対して左下 X チポンを切って、C の5に打ちづらい状況にしときたい。さあ、これオーダー B 発動で、よしよし、ふわふわして。ナイスふわふわで、ダメますが、よしよしよし、いいぞ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 、うざいぞ、気づいたか、この恐ろしさ、この枕の恐ろしさ気づいたか。さ、そこにダメます展開で、オーダー C の発動もね一歩近づいた。で、右下 X 来る。さ、右下 X、 バイセは強いな、まあバイセ強いけど、あ、強くね、待って、あら、エンデが引いてくれ、バカか、エンデが引かない、いや、これどうしようかな、だいぶきついな、だいぶきついな、一応、これ C5 行って取らせて F6 アベルで燃やすとかもあるけど、そんな時間なくね、いや、そんな時間ないですね、そんな時間ない、これはチポン行くしかないですね、よいしょ。さあ、これね、もうすでにあれしてるけど、あ、そっか、こいつのコマしてるか、まあでもいいや、もう我慢我慢我慢、もう全然構わない、全然構わない、どうするこれ、 C5 打ったらお前4枚返し怖いぞ、いいのかいいのか、相手目線めちゃくちゃない、だってアラジン切ってるもん、絶対デッキにエンデが入ってるやんってなってるはずってなったら B4 とか C5 とかめっちゃ打ちづらくない、めっちゃ打ちづらくない、まあ、実際引いてないんだけど、うわーバフォメットイン、あ、でもチャージ溜まってる、チャージ溜まってる、ちょっと待って待って、考えろ考えろ考えろ、なんかいけ、なんかいけ、はい、トゥールラ君、トゥールラ君、トゥールラ君か、どうしようか、はぁ、どうしようこれ、いや、勝ち筋もう F5 トゥールラ行って C6 耐えるしかなくね、いや、耐えれんのか、耐えれんのか、チポン頑張れ、いけんのか、いや、でもそれしかマジないよな、それしかないな、マジでそれしかないマジでそれしかない、マジそれしかない、これ耐えて次 B3 で飛ばせるエンデガを引かないと負けですね、もうこれしかないマジで、いや、 B11 個でちょっと事故ったばっかりにこうなっちまった、頑張れ、まずここを耐えないといけない、相手バフ見てきた、うわバー、え、待って、それ飛ぶ、え、それ飛ぶの、俺飛ばないと思ってんだけど、あー飛ぶんだ、どんまい、くっそ、バホのコンボってこんな強いんかよ、 13% か、いや、まあでも今のは多分 13% より、あ、いや、てか相手あれだな、もう確信があったんだろうな、今の俺さ、今ウィブのコンボの方がやべえと思ってたんだけど、全然バホでも足りるんだな、くっそー、一個事故った、一個事故っちまったよ、まあ、ぶっちゃけ今のはビーチブランジェッタでも全然良かったっちゃ良かったんですよ、ただブランジェッタから先切っちゃうと一個出すタイミング相当遅れるんで、いや、でもそうだな、逆か、ブランジェッタから切るべきだったんだな、逆にそうしなかったことで E4 打つ駒がブランジェッタになっちまったもんな、あれ雑魚すぎたかあれ雑魚すぎたな、ちょっとあの C の2に何とかして C の2出てほしかったんよ、 C の2に出たらもうさ、なんかもう理想ムーブだったじゃん、それをしたかったんだけど出てくんなかったわ、ちょっと OK、 俺あんまりあれか、いちこにあれか、課題評価じゃないけど、なんかその期待寄せすぎるの良くないか、そういうこと、もっとカジュアルに使えってことか、分かったよ、オッケーオッケー、もっとカジュアルに使えってことね、さあこれは近づから行って、よいしょ、オッケー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 、さあこれは、よし、まあ一回こうしよう、まあ一回こうしよう、よし、でこっからどうしよっかな、 F4 の駒弱かったらワンチャン右下、いや、さすがにさすがにはっちゃけすぎか、メルベの駒もやばいよな、はっちゃけすぎか、はっちゃけすぎか、でここのタイミングの罠だからワンチャン雷撃罠の可能性も若干ある、おお10時間いくそほどいけん、
まあ、100%X 来るからさ、どうしようかな。右下打ってクソほど燃やしに行くのもめちゃめちゃおもろいけど、やっちゃおう。そうしよう。俺行くわ。オッケー、マラッカ回収。まあメルベのコンボ強いけど燃えるんでね相手。よし燃えろ。よしよし、暗い暗い暗い。俺サンタメックス打たれるぐらいだったらこっち行ったるわ。こっち行ったるわ。手駒にめちゃめちゃ買い物持ってるんでね、行ったるわ。オッケー、そっち来る。さあそっち来る。オッケー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 。で、うん、 D の1に打って F6 に対して F5 打てる形にしときたいか。引き見てから行くよん。よいしょ。あー、さすがにチューポン一択じゃない。チューポン一択です、こんなもんは。行くしかねえ。さあしかもこれで1回分コンボ組める、素晴らしい。さあメルベに対してあまりにもチューポンが強い。そしてこれね、何がミソかって、俺のティを取ったらもっぱつこいつらが残ってるっていうね。もっぱつこいつらスタンバってるんでね。どうする。よし、取ってこないと。来た。これ取っても地獄、取らなくても地獄、見せるしかない。うーん、よいしょ、よいしょ。オッケー、強い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 。そしておお、1個引くか。まあでもさすがにすまん、さすがにこうするわ。さすがにサラマンダーで、これでクソ燃えるやん。でこれね、サラマンダー取ったらチュポンの導線が通るんですね。ではいはいはい、俺まだオーダー B も発動してないし C も発動してない。これ勝ち確じゃない。もうこの火炎止められんくね。よし、さあこれ B4 の4枚。まあでもこれね、 A2 に打たないのはうまいですね。 B4 で火力出しつつオーダー B 発動させないようにしてきてるので、ちょっとうまいですね。まあでもさすがに 1.9 倍の4枚もあるし、なんかいけ、はい、よし、来た。最高や。でも1個出すタイミングなかった。まあでもこれは対面がメルベだからしゃあない。テュポンがクソ刺さったって、火炎進行しちゃったわ。しゃあない。これはちょっと対面がメルベなのが悪い。タイミングなかった。こういう対面こそちゃっちゃと1個切って火炎展開、1個プラス火炎展開にしたかったんだけど、ちょっと来るタイミングが悪かったわ。まあ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 、 OK。 よーし、まあ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 、メルベはね任しといてください。テュポン引いたら大体いける。今度1個、ちょ、1回でいいからさ、1個、まあ、そもそもあんま手ごわりきてないんで、ちょ、うまくやりたいけどね、ちょっと早めに1個来てくんだけど、来たな、ちょっぽん欲しいな、これ。よし、来た、これね、もう俺は同じミスはしないぞ、これね、ですね、まず、待てよ、どっちから打つの、待て、これ D5 から打つやん、あっち高校で、はい。あっってるね、あれ合ってるよな、あれこれ D5 からでいいよね、上に残るよね、合ってる、あ、待って、合ってなかったらごめんなさい、合ってなかったらごめんね。あれ逆か、俺が高校の時の方がこれいい場面なんだっけ。ちょっと待って、忘れちゃった。あ、これ逆だわ、ちょっと待って俺、あーダメだ、D5 から打ったらこれあれか、あ、逆だ、敵が D5 打ったら強いんだったわ。あーあーあー、間違えた。まあいっか、まあええわ、大丈夫です、はい、間違えたわ、ガチでうっかりさんしてたわ。まあでもいいや、ちょ、一回燃やしとこう。そうだ、俺敵が先行で D5 ってきたら強い場面なのに、俺が先行で D5 っても意味ねえわ。意味なかった。まあでもどの道この10時間に2枚引いてるっていう状況、あれしてたんで、まあ悪くないでしょ。そーって、そのフェイルノート、マジなんか早めにフェイルノート打たれたね。なんかいけ、よいしょ、近づか、まあ悪くないか。でこのデッキコンボ封印ないんだよね。よし、ちょっともう一回行こうか。もう一回こっち行くわ。よし。敵にサンタメックス打たれる前に、俺め、なんか逆に先にこっち行ってくわ。と思ったけど、普通に F3 近づいてよかったくね。大丈夫、大丈夫、これ大丈夫、俺だいぶしゃしゃったくね。まあいいや。で、これはアベル取ってきたら F6 にハイサラマンダー打てるっていう。痛いけど、まあ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 。まあ一応理想の動きに近づいてはいるね。はい。リロレル引くんだったら F3 近づいてよかったやん、氷結できたやん。もうリロレル引くんかい。てかラム持ってんかい。俺そっからなんだけど、今引いたやろこれ絶対。フェイルノートそこよりラムそこのが絶対強いもん。今引いたやろそのラム。まあ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 、落ち着こう。キムンカムイ、キムンカムイ、オーマイガー。ちょっと待って、なんかいけ、パピー。さすがに、さすがに許せない、そいつは。さすがにそいつは共有できない。よし。
すまん、ちょっとこのキムカムだけはさすがにちょっと一回凍らせてもらうわ。よし、いいぞ。氷結でかいね。しかもこれね、コンボフィンと違って氷結バフも消えたぞ。で、S ゴマ相当使ってる。なるほど、これであれだな、次キムカム復活から F5 狙ってるって口か。ただこれチップン引いたらワンチャン俺チップン打つぞ。指定打ちになるからね。はい、どうしよう。いやこれさ、俺ワンチャン、ワンチャン行って、ワンチャン行って、エクレル切ったんだよ相手今。だってエクレル切ったよ、エクレル切ったよ。ワン、いや無理かな、ちょっとさすがにダメか、ダメか。俺なんかワンチャン行って、ワンチャン、ちょっとドラゴンパピー、お前信じる、お前だってラム切ってるもん、相手ラム切ってる、ラム切ってる。しかもキムカムの子もあんま強くない。ちょ俺ちょワンチャン行くわ、これワンチャン行くわ。300やつ頑張れ、300やつ頑張れ頑張れ。じゃワンチャン、だってティファー切ってるもん、ティファーもエクレルもラム切ってるんだよ。これワンチャンない、ワンチャンない。これ神ヘリ来たらマジで鼻毛出るけど、頼む300やつ頑張れ、300やつ、よっしゃパスだ、素晴らしいパスだ、ナイスパス、デュポン。ちょっと待てよ、ででよ、どうつけ、E4 でいいかな。 E4 打って U3 デュポンアット出しでいいと思うんだけど、よいしょ。まあ、これでしか、これね、ちゃんとね、これ2枚返しとコンボ組んで、オーダー全部発動するやん。回復、んで、回復入れれる。おおい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 、まさかのドラゴンパピー最強か、お前。あれ、ドラゴンパピーかいなん、これ。あの、あのね、いや、これ勝ったわか。一個回のつもりがドラゴンパピーかいなんだけど。ドラゴンパピーかいなんだけど、暗い。で4枚アラジンか。なんでこうなるんだよ。いやまあ一旦テクニカル勝ちか。リロレルクソ強えや、ナイスだ。よいしょよいしょよいしょ、ほいナイス。なんかテクニカル勝ちしたわ、300やつ。まあ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 、オッケー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 。これな、ちょっと待って、一個回なんだって、信じて信じてくれよ、一個回なんだって。まあでも一回使えてはいたけど、一回使ったけどね、一回使ったけど、いや二回か、二回使ったけど、マジ神合いが、信じてくれよみんな、一個回なんだって。一個ちゃん、ちょっとそろそろなんかちゃんと来てくんない、お願い信じてくれ。ああ、水飲んどくわ。メルベ、メルベ来た。これどこがいいんだ、早まてよ、上半分だから B3 か、 B3 で2枚燃えんのか、 OK、 B3 ね、 B3 ね、 B3 か、 B3 だ。よし、B さんか、あー X ルキア、まあなんだそのテンポ、何それ。メルベ X ではない、まさかのメル、まさかの X ルキアっていうね、新戦術、新戦術現る。まさかの新戦術、まあいいでしょう、いいよいいよいいよ。おーで、ここでここで、うわなんか避けんのうまいなお前それ。避けんのうまいなお前それ。ちょ、召喚見てから行こうか、召喚じゃないわ、引き、はい、近づい、近づい、まあ一回近づい打つけど、よいしょよいしょ。でこれは B4 打ってきたらね、火炎引いた時にもうめちゃくちゃバチコリバチコリみたいな感じで狙ってます。いいのか、なにコンボ封印。コンボ封印。いや、じゃあこれ引き見てから考えるか。これは、パッと見 E3 打ちたいんですけど、E3 打つと F2 で骨増やされながらあれされるんで、いや、ただな、F4 打つかって言われたらなんかそうでもない場面。まあいいか、F4 打つか。骨増やさないようにするわ、もうこうなったら。オーダービー発動じゃ。OK?はい、でこれで、D の1がパッと見強そうだね、 B1 入れないし、はい、ブラジル、いいね、
D の1に見えるけどな。 D の1って打たれたくないけどあんまないな。うん、オッケー、こっち行こう。よし、こうなると相手の軸が B2、E2 なんでどこ打ってもうまく返せるはず。よし、でこれでんー、なんかちょっと、いや危な、よかった、復活した。さあな、オッケーオッケー。守護コンボ通るけど、これであれか、 E の1に狙ってる口だな。はい、パピー弱い、パピーが弱い。これね、 B の4打つって A4 打たれてもまあ大丈夫かな。オッケー。でこれはね、まあ守護のコンボも残しつつって感じかな。で対面がファビオコンボ E3 来たら F3 エンデがゴリ押しもあるか。いやでも発動すんのかな、そもそも。まあリリア作ると。OK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 。そう、 E の位置をうまくずらしていく。でここ召喚入りますよ。さあここテューポーはナイスね。はい、召喚そっちか。E の位置はもう正直許容かな。なんだけど、どこ行こうかな。F3 打って。まあ、吸収入れたっていいけど。まあ、H 打つか。うん。あ、B? いや、まあ、こっちでいいか。これ、こう、一発コンボこれ組むやん。一発組むやん。はい、燃えるやん。あー、待って、これ、N 打ち後でよかったかな。10時間引いたら、話変わるかな。まあ、でも、トウヤ切ったし、特殊メタなさそうだよな。いや、E の1何来るかだな、マジ。スカハとか来たら。A の2! これ通信切れてない ?A の2、ま。はい。あ、トゥールラ引いた。もうトゥールラでいいやん、こんな。もうトゥールラでいいじゃん、こんなの。どすこい。おーい、イチコ界だっつってんだろ。なんでイチコ来れんだよ。イチコ界だっつってんだろ。なんでパピーバカ来るんだよ。ドラゴンパピー会なんだ。ちょ、E3 来い。E3 来たら、あの、めっちゃ気持ちいいから。E3 来い。E3 来い。あの、トリプルコンボやから。あ、来なかった。まあ、いいか。よーい。おい、イチコ会だっつってんだろ。なんでイチコ来ないんだよ。イチコ会だって。久しぶりだな。出た。この、あの、特定のキャラの回にしようと思ったのに全然来ないやつな。あ、まあ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 、よくあるよ、俺の動画よくあるよ、よくある話だけど、ちょっとさ。よし、お願いします。はい、今度はうまくやっていくね。頼むわ。今度は頼むわ。今度は頼むわ。はい。信じてる。俺、信じてる。いちこ、信じてる。さあ、メルベ来たね。燃やして勝ちたいルートもあるけど、いちこのコンボも組める。来た!信じた。ああ、でもブラ引いちゃった。いや、どうする?待って、考えろ。一旦パピーか。で、これね。経験上次元召喚を先に切った方が事故が減るんだけど、その場合火炎のタイミングとなんか噛み合うかどうか心配っていうのはある。これ多分成り打ち来ると思うから、10時間へ引いたら1個から行こうかな。10時間へ引いたら1個から行く説はある。あ、ルキアか。じゃあブラ出るね。まあいいや。え、でもこれさ、あのブラ出てほしいんだけどさ、あの頼むから竜ゴマ来ないでよね。え、竜ゴマ来ないでよね。うん、バカー、来ないで言うたやん。来ないで言うたやん。来ないで言うたやん。じゃあこれ B さん行こうか。 B さん行って E6 ブランジェッタか。で右上来てももう一枚燃やせるし、いや、まあ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 、早めのルキアはまあまあ、OK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  です。あー、コンボ封印来た。いやでもこんなコンボ封印が来た時のための召喚スキルというキャラが私にはいる。さあ燃える。でここ、ここの引きだな。はい。リロレル。ちょっと待てよ。リロレルか。いや、でもブラジェかな。さすがにタイミング的に。さすがにタイミング的にブラジェでいいと思われる。で、B の2がルキアなんで、E6 から入って A3 打たれたら C の2リロレルとかめっちゃ強いね。さあ、いいぞ。召喚スペースはいくらでもある。コンボ封印されても大出し諦めないぞ。いくらでもあるぞ、こっちは。
うん、いやしかもこれルキアとユスヘルミっていう動き、こっち HP あんま減ってないし、あー来ちゃった、来てしまった恐怖の魔王が、そいつはやべえ、恐怖のキャラが来てしまったな。それはい、でがうーん、どうしよう、待てよ待て、考えろ考えろ考えろ、いやここ1個説はある、どうしようかな、どうしようかな、 A のに1個か、そしたら召喚スペースも残せてコンボも残る、 A のに1個行ってみるか、うん、 A のに1個行ってみるか、ただこれね1個出したことによる弊害が1個あって、あのフェルグのコンボが強くなっちゃったまあ大丈夫か、これでもう召喚で勝つか、召喚で勝とう、召喚で勝とう、あべ OK、 召喚ルート、いやしかしまあ召喚で後取りつつ、でこれね、まあ、マジヨシンバマジ本当あのちょうどいい感じの火炎ゴマがなんかうまいこと言いとし、でこれそうなるやん、でここよいしょ、上半分燃やせるぞ、オッケー召喚で、これね一個のねいいところ一個教えてあげる、ね後出し火炎だから待ってね、F1 打つとテティの動線が通る、わーこれ難しいな、 F1 打つか、 A4 に見えるな、めっちゃ A4 に見えます、はい、これで A3 落としてと、あれですトリプルコンボ狙います、そして毒でこれ半分以下ない、ナイスで、で A3 打ってきたらもう C のにエンデカでバチコリ行くわ、俺もうバチコリ行くわ、頼む、あえてフェルグ切ってるんですよ、 S1 切ってて A3 打てる駒果たしてあるんかっつう話で、いくらでもさっきからスカーハとか村正とか打てる盤面いくらでもあったのか打ってこなかった、持ってないと思われる、頼むぞ、本当本当にお願い、俺の HP はどう考えても半分切るんで、トウヤキューン、トウヤキューン、なかなかうざいね、なかなかうざいけど、いやなかなかうざいけど、守護者引いてくる、ちょっと待てよ、ちょ考えようが、めっちゃ3万円で打っちゃうけどな、3万円で打ったとして火だめが、まあ、2000ぐらい食らうわな、2000ぐらい食らうことに対してどう考えるか、まあ、2000なら許容じゃね、2000許容、OK、2000許容です、3枚いくわ、もうこれ3枚エンデカいきます、はい、いっちゃいます、いっちゃいます、いっちゃいます、はい、いきまーす、オッケー、2700がオッケー、許容許容で、これ回復入れて、さあ回復入れて毒入るで、フェルグ発動だけどオッケー、オータシ発動、おしよしよしよし、いける、1万2100耐えれる、絶対耐えれるで、エンデカ取られるくら、ね負け筋発表ドラゴンします、負け筋発表ドラゴン、 C の1村正C の1村正はワンチ負ける、あーでも守護者 D1 とかでワンチャン勝てねえかな、よっしゃそのダブコイン、あーてか待って、ダブコインや相手でもね、鉄イコンもあんま強くないですよね実は、なんで俺耐えれた自信はあったけど、丸割とギリギリだった、危ねえ危ねえ、いやでも今のはなんかいっちゃったわ、よっしゃいけ1個、よし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 、これ1個活躍した、1個活躍したんか、これは果たして、まあでも1個コンボ2500出したんでね、素晴らしい、ナイスキュッ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 、ちょっと怪しかったか、普通にリリアスでこんだけ肉薄してるから割とギリギリだったか、危ねえ危ねえ、意外とギリギリだった、まあでも俺ちょっとあれだな、2000だと思ってたら2700食らったんで、ちょっとそこの点はあるな、700ずれてた俺の感覚が、まあ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 一応なんとか、ちょそろそろ1個引こうか、あのいやもう一回なんか1個したくない、なんか今のなんか準活躍って感じね、めっちゃ活躍させたいんやけど、うまく、まあでもさ気づいてるみんな、実は4連勝してる実は暗い4連勝してる、さては暗い4連勝、ああお前らふざけんな、いや逆にね、逆にお前らが事故った中メシアを探してるんだ、俺たちは救ってくれるもの、そう1個頼むこれ2手目1個引いて成り打ちとかワンチャン全然あるさあメルベ打たれる、いやー IC いかれてる、まあ IC 強いね、ちょっと引き見てからいこうか、はい、トゥールラ、トゥールラ、トゥールラ、成りトゥールラか、成りトゥールラいっちゃう、行ったっていい、行ったっていい、よいしょよいしょ、まあ、エンデガはもう完全フィニッシャーなんで、こいつは手もう肌身離さず、テュポン、エンデガ、この2人だけはマジで肌身離さずずっと一緒、アダムとイブ、もうねこいつらだけは絶対に離さない、絶対に離さない、でこういう時に欲しいのがイチコとかブランジェッタとかそういうシステムキャラなんですよね、よろしくお願いします、あーサラマンダー、サラマンダー来た、サラマンダー来たか、
いや、こういう時超右下打ちたくなる超右下打ちたくなる打つわ。これなんで右下打つかっていうと、今 C6 打つと雷撃火力が出て東野にちょっと返されるんですよ。であれば俺も右下打って後出しオーダー B にするわ。さあ、あと東野のコンボがね、こっちのキャラ依存なんだけどあんま強くないですよ今。1200しか出ない。で相手目線は C の2に骨増やすか E3 で削り入れるかなんですけど、 E3 打ったら燃えるっていう状況に持っていく。さあリーに打たれる。さあここの引きですね。ですよ、ここ大事っすよ。引き次第、よいしょ。ティオか。ティオ引くか。まあこれはね、まあ、結局食らうことになっちまうけど C6 いくわ。さすがに C6 いくわ。センダム強要で上げ食らうで、相手目線 D2 コンボ打つとトゥールラコンボ怖いし、ハイサラマンダーを取るとティオで燃やしに後出しで軽く出せる。よし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 、強要していく。全然 OK、 全然 OK で、よいしょよいしょ。でここ大事ですね。これワンチャン右上 X エンデカじゃねないかな。テュポンかかってるっしょ。ちょ考えろ。右上 X エンデカないかな。いやまあ、いや、やめとくか。エンデカ D5 でライフを打った方が強いか。これライフは残すわ。で、これで、よいしょ。OK、OK、5835。だいぶ近い。で、俺はオーダー D の保険があるんで、もっぱつ受けれるかも。B6、D6 ルートかな、負け筋が。で、俺が飛ばせなかったらワンチャン負ける。けど、B6 は打てないでしょ。ハイサラマンダー目の前。あ、打つんかーい。いや、これ火炎で燃えるから、多分、無理だな。大丈夫だね。よし、OK。で、ライフバーでいけるか。はい。こう。よし。大出し、初出しなかった。1個来なかった。普通に勝っちゃった。まあまあまあ、オッケー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 。結局、十字架にとジボンか。結局、十字架にとジボンか。まあ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 。もうちょい1個うまく引き勝ったな。でもね、わかるでしょ。でも今んとこね、これ見てて思うのは、やってて思うのと見てて思うの多分これ合致してるんですけど、5連勝してるし、しかもね手駒があんま事故らんかったこれ良くない？パピーもそんな事故ってないし、これあんま事故らんかったね。あんまり事故らんかった。そこが良かったわ。一番結構暗いんで俺ちょっと事故が怖かったんだけど、そんなに事故んなかったね。うん、使いやすかった。まあ1個もねやっぱすぐ使えるスキルっていうのが非常に良かった。ちょっとさすがに時間がねだいぶ経っちゃったんでここで終わるんですけど、まあでも俺が伝えたいことは伝わったんじゃないかな。まあ、ブランジェッタとこの1個どっちもね採用することで召喚が安定して出せると、ね、あのクラインもね大出しが安定すると。まあちょっと今回はね1個あんまり引かなかったんですけど、どっちか1枚引ける可能性は高いよねってことで、よかったらぜひ使ってください。誰でも手に入れられるキャラなんで、興味がある人はね使ってみてください。まあクライン組めないって人は、まあ、普通にアナンとかにもおすすめです。アナンの召喚英語も持ってない人とか、あと召喚 S5 マ、エゴジンパスとか夏パンダラとか持ってない人にぜひ使ってほしいですね。ということで、よければよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。この動画面白かった人は高評価チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。